ですね、はい、60年のインパラのコンバーティブル、これが高橋さん、高橋さん、はい、高橋さんはいらっしゃいますでしょうか。高橋さんいらっしゃいますか。高橋様、いる、いますか。高橋さんちょっと見当たらないですね。じゃあ次行きましょう。さあ、じゃあ続き、じゃあそして、ここではですね、ここからの3つはですね、まあ、はい、僕が本当にこれいいなと思う自分の、ね、アワード以外にいくらスペシャルって言って、はい、気に入ったものに挙げていくという、はい、まずいくらスペシャル一発目がですね、奥村さんの死後でコルベット1988年 C4 ですね、はい、もう俺はドノーマルなんですけど、すごい綺麗。いらっしゃいました。ああいうサバイバーはねすごい大事です ね。はい、じゃあこちらに、ね、じゃあステージの方にお願いいたします。はい、はい、奥村様どうぞ真ん中の方へお越しください。はい、じゃあ、これですね、じゃあ素晴らしい車にはこのデイビス、ジャスティン・デイビスのキーチェーンを差し上げましょう。ありがとうございます。はい、それと、デイビスのキャップです。はい、ありがとうございます。あれすごいですね、ずっと持ってるんですかね。そうですね、新車か違う、20年前から。あ、でももうそんなに、うん、素晴らしい、すごい綺麗ですね。うちの今日来てる娘が生まれて、はい、年に買って、娘さんが、じゃあ娘さん今20歳、またそうですね、ね、20年ね、あ、うちの息子と同い年だ。あ、じゃあ1回何を言ってるんですか。おめでとうございます。練習になっておめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そして続きまして、イクラズスペシャル第2弾、ね、次、シボレサバンバ、66年 のブルーのやつですね。鶴田さんですか。鶴田様いらっしゃいますでしょうか。はい、ある意味、僕ある意味鶴田さんですけど本当の鶴田さんはここにいますけれどもはい、いらっしゃいますでしょうか。いらっしゃいますか。いらっしゃいますか。どうぞステージの方へお願いします。鶴田様いらっしゃいませ。じゃあ 続いて、はい、後ほどですね。後ほどね。そしていくらスペシャル3個目がですね、シボレカマロ67のね、あそこにトンネルバッチリの狭小でも僕が見かけたですね、赤の67のカマロです。はい、アキラさんですね。アキラ様いらっしゃいますでしょうか。はい、おめでとうございます。あ、おめでとうございます。はい、ステージで、じゃあ真ん中の方へお願いします。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ、こちらのジャスティン・デイビスのティーチャー、ありがとうございます。はい、そしてデイビス、はい、ちょうど本当にセマ、さっきも話したんですけど、はい、セマの時ちょうど見たんですよ。ありがとうございます。ね、綺麗ですね。大事に乗ってください。年数がしばらく経ったのでホイールを違うホイールに変えましょうでね。ね、変えたいですね。誰か変えてください、はい、ね、僕もちょうど10年ぐらい前に作った車にあれと同じやつ、そうなんですね、はい、そうです、大人の事情の関係で ね、はい、ありますね、はい、まだジャックさんに、そうですね、ちょっとね、ホットスタイルさんか、変えましょう、ね、あれだけがちょっと残念な感じがしましたでも今時っていうかね、素晴らしいいい車ですね、お金の買ったね。はい、どうもおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございました。さあ、そして、はい、今年のですね、まあ、ベストオブ IF っていう、ベストオブクラズアメリカンフェスティバルということで、まあ、本当に全ての車ね、みんな1台ずつ個性があって、みんないい車で、本当みんなにね賞をあげたいぐらいなんですね、まあ、その中で、毎年、まあ、僕のね、感覚であげてるんですけどね、今年はあそこにあるベンツのシャコタンもかっこよかったですね。あれもね、すごいね、でいい車たくさん来てます、いろんな車がね、その中で、なんとなくこれが今年はパツッと目に入って、多分何度も目つ来てくれてると思うんですけど、はい、49年の、フォードのカントリースクエアのあそこのウッド版ですね、ウッド版の、これは江藤さんいらっしゃいますか。江藤さんもいらっしゃいました。もう今もうああいう車はですね、もう本当お宝です、ある意味ね。おめでとうございます。どうぞ真ん中の方へいらしてください。もう長く乗ってるんですか、あれは。6、7年です。ああ、いいですね、はい、すごい可愛い、なんかちょうどもうこうなんていうか、綺麗なんだけど程よくちゃんと乗ってる感があっていいですね。ビッカビカの紹介よりああいうのが俺好きなんでね、じゃあこちらのジャスティン・デビスのキーチェーンね、はい、あとこっち、こちら、はい、アルファから MA1 を差し上げたいと思います。はい、おめでとうございます。そして、受賞の盾でございます、はい、受賞の盾がそれが一番安っぽくなってますけどというわけで以上ですかね。あ、そうだ、
はい、じゃあおめでとうございます。おめでとうございました、はい、そして、雑誌のですね、モーターヘッドさんから、アワードが出ております。モーターヘッド賞で、80年の鎌田ベルリネッタ、これ何さんというの、これ清水さん、それと、あ、もう一個あるんだ、関係ないの、これね、はい、はい、じゃあ80年の、モーターヘッド賞80年式カマのベルリネッタの清水さん、いらっしゃいますか。来てない、清水さん、いらっしゃいますか。だ、後ほど、後から本部の方にいらしてくださいね、はい、いらしてください、はい、おめでとうございます。じゃあ以上、アワードの発表でございました。皆さん、はい、もう一度大きな拍手で、受賞された方、本当におめでとうございました。さあ、そしてこの後ですね、いよいよ午後のライブの部に入っていきます。はい、今年はちょっと自ら一発目、大好きなキャロルのナンバーで、いくらさんやりますから、皆さんちょっと盛り上げてください。はい、まあ、ちょっと今日も雨降ってるけど、まあ、最後まで乗れよいいかみたいな感じでいきますんで、よろしくです。そして可愛い女の子たちにもう一度大きな拍手を浴びてください。気がついてみたらマックショーとかね、ショーさんが来てくれてなかったので、出れないので、ロックンロールが1個足んないなということで、自分でやることにしました。もう萩野くんバカ受けしてます。そんで、本当にいつもこのバンドで、本当にキャロルが好きで、遊びで、本当に遊びのために始めたバンドなんですけど、まあ、こんなところで皆さんから、ね、お金までいただいちゃって本当にありがとうございます。そして 一つだけ、いろんなロックンロールからソウルまでいろんな音楽やってきまして、一個だけやっぱりそのキャロルバンドをやった中学生ぐらいの時っていうのは、まあ、日本を統一しようとしたような活動をしてバイクで走り回ってたりとかですね、あと空気に第4石油類第2種トルエンというものを混ぜて捨てたりして、バンド活動が思うようにいかなくてですね、だこれだけは悔いが残るということで、キャロルいいよな、キャロルよということで、キャロルを、これはね、キャロルナイトっていろんなところで今やってるんですけど、まあアメフェスでまたね、25周年だから自分でやるのもいいじゃないか、ただ一つ悔やまれるのはリーゼントのうちにやっとけばよかったと思いました。リーゼントの中にハゲ一つで、もう完全に負けの決まったオセロみたいな感じですよね、これね、本当にね、角取られまくりみたいな感じですよね。オーライ、じゃあ、行きましょうか。ワン、ツー、we'll be right back.
遊びのデートで決めた That's no way 愛の言葉、hey! 大きか大きか And don't you know I'm forever 燃えてる気持ちを確かめたいのどの胸だいて二人でもリードギターのルイチはまだ29歳、30歳、キャロルを知らない世代ですから、ね、キャロルを知らなくてこれだけ、ね、キャロルのギターを弾いてくれる30歳はなかなかいませんね。皆さん、絶滅危惧種かもしれないのでちょっとね、でもベースの今日ね、ジョニー君、そして、ピロがね、ピーライズで一発目ね、そしてサイドギターのチャーリーですね。で、彼が、元覚醒剤中毒なんですよ。もう非常にこう微妙な、ね、僕も最近地上波に出始めたので、そろそろこのバンドも改装しようかなみたいなね。まあ、そんなこんなもあって、今回翔さんも呼ばなかったんですよ、本当にね。ね、背に腹は変えられないですよ、いくら友達でも。こればっかりしょうがない。ね、本当にね、だから翔さん今度ね、翔さん、長渕剛、田代くんで3人でバトルする。ね、まあ、シャネルズに対抗してシャブズって言われてね、まあ、僕は、辛口ですけど、嘘は言ってませんからね、これね。ね、もう嘘つきは泥棒の始まり、餅つきは12月の終わり、下つきはバックがちょうどいいって、こんな感じで行ってみたいと思います。ひどい。ほら、じゃあここでちょっとキャロルが実際ライブでやらなかった曲シリーズっていうのをちょっとやってみたいと思います。ね、行きましょうか。はい、Oh,